大会まで残り9日ということで、今日もねトレーニングと仕事とあと料理ね頑張っていきたいと思います。まずは朝食とお弁当を作りたいと思います。弁当箱はね2つ、お米は 300g 入れます。朝トレーニング前なんでお米 300g 食べます。もうね多分合計でだから 1kg ぐらい食ってるんですよね1日。お米を整えて、ここに鶏もも肉を入れる。ここに油のね使ってないきんぴら、昨日作ったねキクラゲと卵の中華炒め。キクラゲはね食物繊維たっぷりですよ。ブロッコリー、はい2食分できました。こんな感じでめっちゃ美味しそうでしょ。お昼と夜用ですね。めっちゃ美味しそう、楽しみだな。はい、それでねこれが朝食ですね。鶏とご飯とあと野菜とかね大根。いただきます。キクラゲ美味しい。結構鍋とかでも食べ放題のしゃぶ用とかあるじゃないですか。ああいうところ行ってもキクラゲ結構入れちゃうタイプですね。食感が美味しいよね。これがねキノコだとね知った時にはめちゃくちゃ驚きました。なんかねキノコっぽくないよね。いただきます。うん、うまい。今日もね編集の方が完了したんで今からジムの方に行きたいと思います。ジムのキーをねなくしてしまって見つかんないので、今日はねタクトレで行きたいと思います。腕とね腹筋を追い込んでいきたいと思います。まあせっかくなんでこう解説を入れつつやっていきたいなと思います。まずはねじゃあ腹筋のトレーニングからやっていきたいと思います。一番ね強度の高いアブローラーからやっていきたいと思います。最初はねほぐすと、最初はウォーミングアップですね。まあ自分は膝頃からスタートします。でこの時もねしっかりと腰をできるだけ丸めて、よし。そしたらね1分経ったら、ここからねメインセットやっていきたいと思います。メインセットやっていきたいと思うんですけど、まずはね立ちころ、それから立ち膝ころ、膝ころっていう順番で、やっていきます。それぞれ限界まで追い込むっていう感じですね。1セット目、最初はほぐしでゆっくり、ちょっと限界来たら膝をつけると、で次は膝をついてやると、この時ですねあえて腰を反ると、腰がね不安な方はやめてもらいたいんですけど、あえて反ることによってより高い負荷で鍛えることができます。OK じゃあね2セット目いきたいと思います。まあ、ちょっとねアングルを変えて真横から見てもらいたいなと思います。トレーニングにおいて可動域って非常にやっぱり大事 でアブローラーもですね前に行けば行くほど可動域が広がって、でやっぱり負荷が強くなるので、できるだけね遠くを目指してできるのがいいですね。はい、じゃあ2セット目やっていきたいと思います。ああきつい。キッズ、ほんとね腹筋って地味なんですけど、やらないと割れないんで気合いね気合い、さあ3セット目やっていきたいと思います。もう3セット目くらいになってくると立ちころができないので、だいたいもう膝ころスタートになりますね。よし、いきます。よし、きつ、無理だってなったら本当にきつくなってきたらこうやってちょっと休憩します。10秒くらいでさらにまた追い込む。これ一応ねあのレストポーズ法っていうちゃんとした方法、よりね追い込むにはちょっと休憩してまた再開すると、そしたらねまたできるようになってるんで、やばい。4セット目いきたいと思います。腹筋ってしんどい、けどねこれをやってると絞った時にねバキバキに割れるんで頑張ります。 OK 次でラスト、じゃあラストセットいきまーす。一番遠くでね耐えるっていうのは大事ですね。ここでレストポーズして追い込む、最後はね
もう一回ちょっと休んで、またやる。続きましてね、リバースクランチになります。器具がね、少しあるだけでタクトレってもうものすごく強度が上がって、正直そのジムに行かなくてもかなりムキムキになれるんですよ。で、そこで必要なのが、自分はアブローラー、ダンベル、ベンチだと思ってます。まあ、ベンチプレスとかね、できるパワーラック台とかがね、家にあるともうめちゃくちゃいいですよね。まあね、ダンベルとこのアブローラーさえあれば結構いい体ができると思ってるんですけど、その理由としてはトレーニングのね、種類がかなり増えるので、こうあらゆる角度から筋肉を刺激することができると、まあ、それが結構大きい理由かなと思います。で、このね、今回このベンチを使ったリバースクランチをやっていきたいと思うんですけど、まずベンチにこうやって寝ます。普通のね、リバースクランチだと、まあ、例えばこう足から上げて下げて、で、またこう足を上げる感じで、まあ初心者の方はこう足をね、こう巻くとよりやりやすいというか、負荷は下がるんですけども、足をね、やっぱり伸ばした状態でやった方がこう外に働く外力は高まるので、まあこういった状態で、例えばね、こう下ろす時にネガティブ動作、足をまっすぐしてあげることによってトレーニングの強度が高まります。これ今お尻が台の上に乗ってるんですけど、このお尻をね、まず外側にこう持ってきてあげることによって、こうよりね、体が外に行くので、先ほども言ったような外力が高まる。で、まあこれね、家のベンチでやるにはひっくり返らないように気をつけてもらいたいんですけど、まあこんな感じで、ね、お尻をまあ出してあげて、でスクランチをやると、まあ見てわかる通り、腹筋で体を支える面積が多くなるので、より強度が強くなりますっていう感じで、ちょっと喋りながらはね、できなくなっちゃうくらい結構きついので、まあまずはね、お尻をベンチに乗っけて足を曲げてやってあげる。で、その次にそれができるようになったら足を伸ばしてやってあげる。で、それがさらにできるようになったら、お尻をね、こうベンチ台から出して、で、足をこう伸ばしてやってあげる。下ろす時も足が地面につかないスレスレのところを狙って、ギリギリまで可動域を取ってやる。それが大事ですね。それじゃあ追い込んでいきたいと思います。で、自分はここまで追い込めたら少し強度を下げる形でお尻を乗っけてあげて、ここからさらに追い込みます。まあ、これがリバースクランチの一連の動作になります。で、リバースクランチはね、下半身をこう上げる動作なので、腹筋のね、よりこう下下部にね、筋肉がつきやすくなるので、腹筋の下の方が弱い人にはおすすめですね。じゃあ、あとプラス4セットやっていきたいと思います。お尻を、まあ、最初は出してあげる。で、まあ最初はね、あの反動をつけていいね、そこからゆっくり下ろすところからスタートしたいと思います。よいしょ。狙いたいその対象筋、腹筋の下部ですよね、この場合は。そこを意識して上げてあげると、まあ、よりね、効果的になるので、どんなトレーニングでもその効かせたい部位をね、こうそこに集中して意識してトレーニングするっていうのは大事ですよね。2セット目終了。さあ3セット目いきましょう。タクトレ久々にやったけど、やっぱり声出して追い込めるっていうのはいいですね。家ってリラックスする場所だと思ってるので、こうやって今撮影して回してますけど、こう普通のトレーニングだとね、集中できないことが多いので、やっぱりね、自分はジムに行ってトレーニングする方がこう長時間ねトレーニングできます。環境って大事ですよね。ラスト、よし。今腹筋終わったんですけど、腕ねやるって言ったんですけど、思ったより時間なくて、で、まあ中途半端に追い込んでもね、次の週まで待たないといけない、もったいないんで、とりあえず今日は腹筋だけにして仕事の方に行きたいと思います。はい、今からね、お昼ご飯食べたいと思います。今ね、会社から、帰ってきまして、
ご飯も今日3食食べたんですけど、お腹減っちゃったんで、食べてからね、寝たいと思います。ご飯ね、150g ぐらいと、卵、納豆2パックですね。美味しい。今日ね、なんだかんだね、腕のトレーニングができなくて、まあ腹筋だけになっちゃったんですけど、明日ね、お休みなんで、もう胸とね、腕をね、やりたいと思います。この後はもう寝たいと思います。ということで、本日はお疲れ様でした。また明日も、頑張ろう。